はい、皆さん、おはようございます。宮野真理です。昨日の夜、本当驚くニュースがありましたね。今日も芸能ネタですいません。リュウチルさんが亡くなったと。まあ、様々なことは私言いませんよ。まあ、その人の生き方ですからね。他の人は、まあ、言うことではないと思いますし。まあ、いろいろな葛藤があって、その形を選んだと思うんで、あれなんですけども。そういった、まあ、生き方というものに対してね、やっぱ芸能人という方でもありますので、まあ、いろいろな方が多分いろいろこう、誹謗中傷という形でやったんでしょうね。まあ、それが一つの要因かどうかっていうのは分かってはいませんけども、まあ、少なからず一つの原因であったのは間違いないということが、まあニュースで流れてますね。やっぱこう人を追い込むっていうことはね、これはやってはいけないことだと思います、一番。これは別に今回の、件でなくてもね、まあ、学校でもそうだし、職場でもそうだしね。やっぱどうしても、いろいろな生活環境とか、そんなことがあって、こう気持ちに余裕がない人っていうのは、やっぱたくさんあるわけで、いろいろな原因があって。まあそういった時に、こういうふうに、まあたくさんの方からの誹謗中傷を受けて、なったんではないかなっていうニュースをね、聞いてね、なんか悲しいですよね。なんか一番そこが悲しいなと思いましたよ。やっぱ人を追い込めるっていう感覚がやっぱ一番私すごいなと思うんだよね。ましてやこういうふうに亡くなることを、になってしまったっていうことになるとね、余計ひどいですよ。なんだかね、本当にいいんですかね、そういうことやってって思いますよ。やっぱり様々な、人がいますからね、どうしてもやっぱり、はぁ、どうしよう、どうしようって思ってる人なんか世の中にたくさんいるわけだから、やっぱそういった人にちゃんと、悩みを聞いていって、きちんとそれに対して対応するっていうのは本来筋なのに、まあ、追い込んでいくっていうかね。一人のみならず、例えば団体とかね、たくさんの人でそういうふうに追い込んでいくってのはどうなんですかね。いくらなんでも、ちょっとひどいんじゃないかなと思いますよ。で、命を奪うっていうところまでいったら、これはちょっと、ねえ、もうその人の人生はそれしかないわけですから、どんな形であれ、やっぱり自分の体を傷つける、並びに自殺をするっていうのはね、まあ、様々な精神状況あるとしてもね、やっぱ悲しいことですよ。追い込んでいくっていうことですからね。まあこういうことは、本当に、やめてほしいですね。悲しくなりますよ。もうその人の人生はその人しかないわけだからね、その時しかないわけだから。本当にこういう事件を聞くと本当になんか悲しくなってきますね。なんかね、まだお若いのにね、27歳ですか。まあ離婚されたとはいえお子さんもいらっしゃるわけだから、それを考えるとね、まあどうなんですかね。本当になんか何とも言えないような事件でした。悲しくなりましたよ、本当に。人の命がなくなるってことは本当に悲しいことですね。